コーヒーだったら入れるよ。うん、それじゃあ私お弁当作っちゃうね。ほら、今日も頑張っていきましょうや。さて、今日も忙しくなるで。言われんでも。ほら、二人とも今日は頼むで。ちゃんはいつも元気いいね。うん、こっちも元気になるよ。ありがとうね。そ
それじゃあ注文いいかな。うん、どうぞ。それじゃあね。卵サンドとモカをもらえますか。あ、はい。卵サンドとモカですね。ああ、それとこのイチゴのアイスクリームもお願いできますか。食後に持ってきてもらいたいんですけど。申し訳ありません。もう一度お願いできますか。ああ、ごめんなさい。一気に言い過ぎちゃいましたね。それじゃあ最初からいいですか。申し訳ありません。いえいえ、こっちが悪いんですから。気にすることはありませんよ。頑張ってくれているみたいですし。それじゃあお願いしますね。まず卵サンドをお願いします。はい、卵サンド。しませんよ。それよりも嬉しいですよ。どうしてですか。一生懸命に相手してくれるのは嬉しいでしょう。ありがとう。嬉しいですよ。でも私ちゃんと注文も取れなくて。それでも頑張っているんでしょう。もちろんそのままではいけないでしょうけど、一生懸命なのはわかりますから。これからもその気持ちを忘れずに頑張ってくださいね。私も応援させてもらいますよ。ありがとうございます。
ったね。随分と落ち着いてきたな。さて、どないしたんや。まあええわ。ほな、昼ご飯を食べてきてもらえるか。は？落ち着いてきた言うたやんか。そんなことは言ってへんと、さっさとご飯食べてこいや。
僕のお弁当とリワちゃんのお弁当どっちが美味しいか比べてみて。すみません。あ、いえ、メニューもらえますか？それじゃあ決まったらまた呼びますから。結構いい雰囲気のお店じゃない。トバリちゃんやんか。ちょっとちゃん付けなんてやめてよね。ん？ああ、いやなんか悪い悪い。で、あんたに誘われたから来てみたけど。そうや、ええこと思いついたで。もちろん、トバリに今日、手伝ってもらうことやがな。そうね。そうね。
それも面白そうね。さよか、助かるわ。ほら、早速着替えてくれんか。私に見合う服あるのかしらね。それは任せてや。俺が自ら厳選してるさかいな。どうしたの？ねえ、どうかしら。当たり前よね。あ、トバリちゃん。わあ、すごいすごい。トバリちゃんすっごくかわいい。そう？ありがとう、ひなた。私だからね、これくらいは。あれ、お兄ちゃん？お兄ちゃん、どうしたの？この人が妹さん？ミワね、あたしトバリっていうの。見ての通り猫耳っ子よ。今日手伝わせてもらうわ。名前で呼んでいいかしら？あ、は
はい、よろしくお願いします。させなさいよ。ちょ、押さないでよ。あの、よろしくお願いします。ポバリちゃん、頑張ろうね。よろしくね。いらっしゃいませ。お客様は何名様ですか？いらっしゃいだよ。ほら、こっちに席があるよ。ひなたちゃん、ほら、邪魔しないの。おタバコはお吸いになられますか？それではこちらのお席にどうぞ。いや、すごいのはええんやけど、俺のセリフ。
注文よろしいでしょうか。お客様、すみません。ご注文、後にしましょうか。ああ、いや、すぐ決めますから。少し待っていてくださいね。はい、ごゆっくり決めていただいていいですからね。待たせてごめんなさい。はい、ではご注文をどうぞ。このイタリアンハンバーグにパンをつけて。でもすごくかわいいよね。
疲れさん。ほな、店を閉めようか。それにしても、今日もなかなか忙しかったな。確かにそうやけどな。ま、繁盛はええことか。ああ、そうやったな。私がどうしたの？いや、今日はほんまに助かったって言うてたやん。うん、トバリちゃんすごかったよね。まあ、あれぐらいはね。すごいよね、ほんと。私なんか全然勝てないよ。トバリちゃんでいいかな。ええ、いいわよ。トバリちゃん、本当にすごく可愛かったね。ありがとう。それでお客さんにもすごく丁寧に話しかけてて、トバリちゃんってもしかしてすごくお金持ちの家とかで飼われているの？なんや？何？じゃないでしょ？今はあんたじゃなくてミドウに話してるの。ほら。そんなにせっつかんでも覚えてるかな。ならさっさとしなさいよ。ほいほい。ほら、とばり。
今日はほんまにありがとうな。だったらこんなものかしらね。ほんま今日はいろいろ助かったで。お客さんにもえらい好評やったしな。まあね。そんでな、また手伝ってもらえるかいな。暇な時でええから。そうね。いいわよ。ただし、今日の私の働きは見たでしょ。それに見合った報酬をもらうからね。そやな、できるだけ頑張るわ。ええ、それじゃあまた気が向いた時に来るわね。そやな、忙しい時の方がええねんけどな。まあ考えておくわね。それじゃあ着替えるわね。緊張したで。分かってるかな。それにしてもやっぱあれか、あの様子じゃ主人はおらんな。少しでも力になれればええんやけど。分かってるかな。さて、俺らも着替えるか。
冗談やんか。何？あ！何よ、男二人で気持ち悪いわよ。それはこっちのセリフよ。何を話してたんだか。それじゃあ私帰るわね。